あなた様には感謝しています。しましょうか。何を直しましょうか。お体の傷も減りましょう。これで安全です。お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。一段とご立派になられました。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。飯を探していただけなのに。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。仲良くやっていこうな。タゲ、さあ。
日陰。いや、ここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。誰かの飯、食ったばかりだ。さらしぬのか。わずかに血が。おそらく朝手だな。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何とか猛虎が小屋のそばを通ったから、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だ！猛虎、隠れろ！去ったな。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ？有塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる？ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりは
マシだろう。野党ではないようだな。出てこいよ、ここにいるんだろ。急げ、嫌な感じがする。探すのはやめておこう。よし、これで安心だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマウラから猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。どうした、みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。フグは手近な者を使え。どうしよう。どうしよう。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。やめてくれ、俺が何をした。この者ら猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら、門を開けろ！こいつらを通してやれ！酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。
信じてくださりありがとうございます。将軍様が助けてくださる。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。
侍、恐ろしいことです。どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい死に方だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。任せろ。そやつは急いでここを離れ助けを求めに行ったようです。生きておればクスシに見せるが、死んでおればムクロを燃やす。そうに知らせてやるか。向こうから煙が見えました。ありがとうございます。病は抑えられるのか。後ほど井戸を封じて誰も水を飲めないようにいたします。助かりました。うん。
いざ勝負。血を耐えで物おじもせず守護したり、大きも元は悪しき苗かも。島から逃げ出してやる。誰かに連れ出してもらうつもり。一人じゃ無理だ。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、すべて人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか、調べてこよう。
実に穏やかだ。かような地があるとは。どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜざれ言を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。森の世話役は奇妙な音を聞き姿を消した。首なしか。犯人は武士の怨霊を真似ておるようだ。誰かおったようだが、すでに去ったのか。誰かから逃げようとしたのか。鋭利な切り口ではあるが、腕はあまり良くない。ムクロだ。作り話ではないということか。
人がおったような。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。
島に来る前は満月の旅に参ったっていうのに。ガキの頃はい、害を受けたか。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、わかった、見ておこう。
はここだ。アツチャサホルダン取り残せ。ネッかけ尋常に勝負宝沢地の悪徳な侍生涯忘れません。さあ早く逃げよう。お役に立つと良いのですが。
日陰。実に穏やかだ。かような地があるとは。おや、鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて、神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。これはダバだ。戦向きではない。バグはよく見るものだ。この蔵は樋口殿のものだ。神鹿は武士ではない。口を割らせるか。神鹿はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。え、
話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ、まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。この俺と、はあ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。死で物め、女衆にも知らせねば。酒井様、お戻りで。神禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。Yeah!
行くぞ。さあ、かかってこい。コレクシックナムコンギョン。おい、ハルボー、バルチェだ。Some big.
내게 못 써. 하고 어째서 빼리 Помчита. Парчина. Сипсикай пирк.
댄 내게 뭐 했어? 지하로 제요하사 아치스 베리 비치바스 엔다타 慎重に勝負。 お急ぎください。動くな。ああ、助かった。ありがとうございます。道中気をつけ。お役に立つと良いのですが。